家がまだ化けの皮は剥がれていないようだな。だが覚えておけ、私は今も貴様を信用していないぞ。聞け、イエーガー。トロストクでの成功を受けて、今後調査兵団はあんたの力を前提に作戦を行おうとしている。だがその力の不安定さは直接目にした私がよく知っている。あんた自身はこの状況をどう考えているんだ？俺自身もこの力は早く制御できるようにならなければいけないと思っています。けど今は上官の命令なしに巨人化するのは許されないんです。もっと実験をして俺の力を解明できればいいんですが、力が不安定なのはよく分かっています。それでもみんなの期待に応えるためこの力を使うしかないんです。いや、使ってみせます。不安定なのを分かってて使うだと？ふざけるな！意気込みだけで解決する問題じゃないだろう。暴走した時、巨人の体を制御できないんだぞ。そうなのか、イエガ。トロストクでの戦闘で少し感覚がつかめました。次はもっとうまく動いてみせます。それに駐屯兵団精鋭班の方々の死を無駄にしないためにも俺がやらなくちゃいけないんです。そうか、あんたもイアンやミタビの死を無駄にしたくないと私たちと同じように思っていたんだな。イエーガー、貴様の考えは分かった。もういい。イエーガーの話を直接聞けて少しはあいつを信じる気になれたよ。あんたのおかげだ。何か礼をしないとな。それなら調査兵団の先輩に習った方がいい。調査兵には調査兵のやり方があるはずだ。とにかく貴様には世話になった。働きは認めてやってもいい。